はい、こんにちは。カズボーです。ファイナルファンタジー16エディション続けていきたいと思います。前回ね、ベクタ攻略しまして、ナンバー24と、あとクレーンというボス倒しましたね。聞く一文字とか取りましたけど、それで、セッツァーがね、セッツァーをゾゾに連れてきたんですけど、そしたらね、幻獣会の回想と、あと FF4 の幻獣会の音楽流れてますね。なんか動かせますね。大変だ、ゲートの向こうから。さて、何でしょう。まあ、ちょっといろいろ回ってみますよ。探索はね、大事ですからね。顔が見れるってわけでもないね。いや、元気か、マディ。マディ。ゲートの見張りの番かい、マディン。マディン。ひどいやらしだ。気をつけてな、マディン。いや、元気か、マディン。これなんだ。不気味な夜じゃのう。そんなもんかな。畑に FF とか書いたら面白いけどね。お、もししっかりしなさい。これはこのまま置いていくか。連れて帰ろうか。かなり弱っているよね。しばらく休ませるといいよ。人間だというのか。おそらく何かの間違いで向こうの世界から迷い込んでしまったんでしょう。すぐに殺すべきだ。幻獣と人間とは相入れない生き物。起こしてしまったかい。あなたは幻獣。この胸のペンダントは？君にプレゼントしよう。この幻獣界の守りさ。幻獣界、やはり迷い込んでいたのね。君のことでこの世界のものは戸惑っている。人間の君を。あなたが助けてくれたのね。私はマドリーヌ。人間の世界が嫌になってしまったの。憎しみや欲望が渦巻くあの世界に嫌気がさして嵐の中で収まっていたらいつの間にか。幻獣と人間とは相入れない生き物か。私はやっぱりこの世界でも邪魔者なのかしら。いや、わからない。明日人間界へ戻るわ。ああ、誰かに道案内をさせよう。こんなんあったっけ。いいのか、もうあの人間は行ってしまったぞ。人間の娘らはとっくに人間界と幻獣界を結ぶ門、ゲートまで行ったよ。人間が我々幻獣の持つ力のことをしてしまったら、そしてその力を利用しようと考えてしまったら、それは恐ろしいことになるからな。しかしここ何百年も人間が迷い込むなどなかったのに、どうしたの一体。お前、自分のしたことがどんなことか分かっているのか。まあ、賛否両論はあるよね。マディンは優しいんだろうね。千年の月日で結界が弱っているのかもしれない。他の皆も不安がっています。
すぐに殺すべきだとかね。どうしたんです、マディ。もし人間界に戻りたくないならここにいてもいいのだぞ。でも人間と幻獣は相容れないもの。それが誠のことかどうか俺たちが示してみればいいではないか。それが誠のことかどうか俺たちが。示してみればいいではないか。名前は決めてあるんだ。何？ティナだ。イーナだろ。はい。ということでね。まあ、幻獣と人間のハーフ的な。2年後。えい、人間たちめ、結界がまた薄くなったんだ。今日も2年前の嵐の人そっくり。でも今度はマドリーヌの時とは違う。我々の持つ魔導の力を狙ってきた軍隊だ。そう、長老のとこまで引くんだ。母、とうとう見つけたぞ。千年前の書物の謎解き、魔導の秘密と幻獣界の入り口を探し当てたことが報われる時はやっと来たぞ。捕らえよ。幻獣を捕らえた者は思いの褒美をやる。行け。あ、動かせんね。ティナは大丈夫です。仕方ない。最後の手段だと思っていたが、もしや風魔壁。そうじゃ。嵐を起こし、すべての異物をこの世界から押し出し、結界のゲートに封印の壁を閉ざす。その術を唱えることができるのは幻獣でも特殊な知性を持つ者のみ。今やその術を唱えることができるのも足だけになってしまった。しかしその体で風魔壁の魔法を使えば死ぬかもしれん。わしが死ねば一生風魔壁を開くこともできなくなる。マドリーヌはそれでいいのか。もう向こうには未練がありません。では行くとするか。それしか手はないだろう。人間がもうすぐここにも。こうなったのもあの人間の女のせいかもしれない。何を言う。あの女が奴らを連れてきたのかもしれないじゃないか。いい加減にするんだ。いや、あの女も奴らと同じさ。そのうち俺たちを利用して。しまった。マドリーヌはティナを連れて行った。賢者どこへ。うマドリーヌが。まさか。しかしもうダメじゃ。すでに、風魔壁の魔法は始動した。二度と戻れなくなるぞ。それでも構わない。吸い出される。そう、最高の宝を目の前にしてみすみす退散するなど。マディ、私はあの人たちの仲間なんかじゃ。分かってるさ。ありがとう。戻ってくるか。ええ。ティナ、マドリー、人間の女か。この子供は。私の子に構わないで。お前の物騒か。もしやお前と幻獣の。これは面白い。わはは、私の帝国を築き上げる夢も意外に早く実現しそうだ。やめて、うるさい。
私が世界の支配者となるのだ。ファファファ。ひどいね。お父さんなの？私は幻獣と人間の間に生まれた。この力もそのために。でももう大丈夫。少しの時間だけど力をコントロールすることができる。ガストラはその時に幻獣の力の秘密を知ったんだ。魔導研究所で捕らえられていた幻獣はその時にさらっていった幻獣か。セリスの力も幻獣が犠牲に。許せん帝国。殴ってやらないと気が済まない。ナルシェの方はどうなっているかしら？そうだな、とりあえずナルシェ。飛空艇は準備できてるぜ。行きましょう。お、そうだ。誰か俺の代わりにやってみないか？動かし方は。まあ旋回とか、まあね、はい大丈夫。ハイテクニックも終了か。はい、スタートボタンで全体マップ。 Y を押しながら歩行機で向きを変えずに8方向に移動ね。高速旋回もできる。ということで、まあアイテム売ってんだよね。まあセッツァーもそうだけど、パーティー入れ替えれんだよね。だから体炎とかさ、そんなのも入れたいし。いらないけど、煙玉はね。どうすっかな。マッシュ強いけどね。ヒナいるか。やっぱマシいるよな。ガウ、ガウはちょっと入れとく。めんどくさいからの獣ヶ原で。どうすかな。機械も強いしな。カイエン、カイエンも入れときたいな。まあ、いよいよ行けるとこはあるんだけど、ね。まあ、一旦セーブさせていただいて、まあ、今回ここまでですか。とりあえず、幻獣界で何が起こったかとかね、分かったところでね。あとは、魔石装備だね。マリー、お父さん。はい。じゃあまあまあまたメンバー入れ替えたりしますんでね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。